はいどうも皆さん、こんにちは。マーベルが好きな人は高評価、 DC が好きな人は息を止めてね。というわけでいつも通りやっていくんですが、まず今日のアイテムショップには特に新しいアイテムは来ていません。ただこのリボルトとセットのアイテムは356日ぶりの再販、レベルが292日ぶり、さらにこのスキンとラップが261日ぶりに再販されていて、まあまあレアなアイテムとなっています。あとどうでもいいんですけど、これスキンの方の名前はギャラクシークロスフェード、ラップの方はクロスフェードギャラクシーということで、名前がめっちゃ手抜きということに気づいてしまいました。そのわけでショップアイテムを購入する際は忘れずにクリエイタースポート SHPO もよろしくお願いします。次はマヌケでおなじみエピックゲームズがまたやらかして、公式ツイッターアカウントがまだ未販売の新スキンの画像を誤って投稿してしまいました。その画像がこんな感じ、しっかりデッドプールに落書きされています。ちなみにスキン名はボスオブシディアンということで、自らボスを名乗っちゃってます。でそんな新スキンもおそらく明日来るんじゃないかと言われていて、後に公式は誤って投稿したツイートを消し、画像の投稿が早すぎたと言っていました。さらにこのスキンは2023年の1月にクルーパックで登場したギルドハートに見た目が似ていることから何か関係があるんじゃないかと言われています。このスキンは何かの復讐をしようとしているという設定があったので、このボスがライバルとかそういう設定があるのかもしれません。さらにリーク段階では目が折れてるリーカーがこれがこのスキンに似ていると言っていたんですが、まあ全然似てません。でそんなこのスキンはキューブゴッドなんじゃないかと言われていたスキンで、チャプター4シーズン3に登場したジャングルにはそれっぽい壁画があったりしました。でそんなチャプター4シーズン3がここに来て再注目されていて、その理由がシンの夏イベでもらえるこのサンサインというバックアクセの説明文にチャプター4シーズン3で導入と書いてあるからです。まあこういうバグというか仕様は、例えば特定のシーズンにゲーム内に追加されたものの一向に販売されたりせず、俗に言う余り物になっていた場合、それが後に実際に登場した際に導入のところが昔のままになっているというのはよくあります。でこのアイテムはずっと余り物になっていたわけなんですが、今回ついにゲーム内に登場したわけです。まあ見た目が遺跡の遺物っぽいので、ここに来て1年前のアイテムが登場したということで、発掘みたいな感じでなんか意図的なものを感じると海外の考察勢が興奮していました。次は昨晩 FNCS のグランドファイナルが開催され、世界大会に行く人たちが決まったんですが、当チャンネルは大会の結果に関しては管轄外のためそれは置いておくんですが、現在競技生の間で話題になっているとあるグリッチがあって、それが効果グリッチと言われています。それがどういうものかというと、バスから降下している際に特定の操作をすることで爆速で降下できるというグリッチになっています。差はこれくらい出るのでかなり使い得です。でこの特定の操作というのが結構簡単で、降下時に設定画面を開いてボイチャーのなんかの項目をオンオフ切り替えることを繰り返すと、プチフリーズして瞬間移動みたいになって、周りから見るとこんな感じで爆速移動できるっぽいです。でフォトナには無限のグリッチがあるんですが、今回のこれはめちゃくちゃ実用性があるため競技勢の間でありえんほど流行っていて、有名なプロとかでもやっているのがバレたりしていて、それも話題です。ただこういう試合で明確に有利になったり不公平になってしまうグリッチはエピックが不正行為と認定しているため、普通にバンされる可能性があります。しかも大会モードとかでやった場合はかなり危ないと思います。とはいえこのグリッチは無敵になってキルしまくったりとか、裏世界に行くものと違って証拠が残りづらいんですよ。リプレイで見ようとしても一番最初の効果だったらリプレイの範囲外だったりする可能性もあるし、そもそも効果時のリプレイはラグいこともあるので、確定でやってると判断するのが難しく、そういうバレにくさからもこのグリッチが流行ってるみたいです。まあこれはさすがのフォートナイトの民度っていう感じです。そのわけでグリッチが大好きな人は高評価、あとはツイッター上でかなり話題になっているグリッチがあって、それがこの巨大化です。これも結構簡単で、ダウンしている人を担いでる人に向かってボトルシップを使うことでダウンしている人が巨大化します。ちなみに巨大化すると当たり判定がどうなるか気になると思うんですが、どうやらあったりなかったりするらしく、他にも巨大になったことで動けなくなり画面がガタガタになるっぽく、まあ使ったらほぼ負けるらしいため、効果グリッチよりは悪質ではないらしいです。まあ使ったことがある人はぜひどんな感じだったか教えてください。ちなみに当チャンネルは以前はこういうグリッチを検証しまくるショート動画をめちゃくちゃ上げていたんですが、普通にそういう動画を作るのがちょっと大変だったし疲れちゃったので現在は上げておらず、最近は2世を倒そうと思う一心で雑学ショートを上げまくっています。まあ再生数的にはそろそろ2世を倒したような気もするんですが、僕が雑学ショートを上げなくなったら多分彼は復活すると思うので、僕が人柱となって彼を封印し続けます。というか当チャンネルはグリッチも下打ちも煽り絵元も全部反対です。やってるやつは品性を疑います。絶対に許せません。同意できる人は高評価。次は最近ヒカキンさんがしたツイートが話題になっています。その内容はご存知の人も多いと思うんですが、要約するとこの数週間人生を見つめ直す時間にしていて動画がアップできなかった、8月1日に人生に関わる大切な報告があるという内容で、これに対してヒカキン離婚説や妊娠説かっこヒカキンが、さらには性菌死亡説とかいろいろ噂になっているんですが、実はヒカキンゲームズの方では普通に動画が上がっていて、それがなんと珍しくフォトナ動画になっています。さらに最近話題の逃走中のマップを
プレイしていました。そのため今後重大報告があるらしいんですが、性侵死亡みたいな暗い内容ではないんじゃないかと言われています。まあそもそもこの動画にも性侵さんは出ています。それと一つ思ったのが、この動画にプロモーションマークがついていなくて良かったです。ヒカキンさんの今シーズン最初の動画はプロモーションマークがついていて震えました。最後にこういった情報をまとめていくんですが、まず前回の動画でアイアンマンのスキンのスタイルがバグっているらしいという話をしたんですが、実はこれはバグではなくてネタ画像だったらしいです。でそれがどういう内容かというと、新たに公開されるドクタードゥームがメインのマーブル映画で、なんと過去にアイアンマンを演じていた俳優がドゥームを演じるということで、ドゥームの中の人がこれやってことでこういうネタ画像が作られたみたいです。でそれをリーカーがバグと思ってツイートして、僕もバグだと思ったわけです。さらにこんな感じのコンセプトアートも作られていて、他にもドゥームの中身がアイアンマンスーツみたいになっているコンセプトアートもあります。さらにこの映画はドナマスの転職先でおなじみのルッソ兄弟という監督の会社が作ることが判明していて、前回の動画ではドナマスも関与するんじゃないかと話していたんですが、なんとドナマスがツイッターでドゥームの画像を投稿しており、このことから彼がこの映画に関与することがほぼ確定となりました。エピックとマーベルはめちゃくちゃ仲が良く、コラボも多いため、やっぱりこの映画では何らかのフォトナ要素をドナマスが仕込んでくる可能性が高そうです。ただセブンのメンバーが出るみたいな直球のやつはなさそうで、あるとしたらしれっとゼロポイントが出るとかそれ系だと思います。さらに最近登場したデッドプールの新スキンからアニメ調のエフェクトであるセルシェーディングをなくした状態がこんな感じになっていて、これはめちゃくちゃ実写みたいな質感ですよね。これには今すぐこのスタイルを追加してくれという意見が多くなっています。次は最新アップデートでデータ更新されたことで近いうちに再販されるアイテムがいくつか判明しました。まずはロキのセットに2024年のコーチラスキンとジェイ・バルビンのスキン、あとはエル・チャプリン・コロラドやビリー・アイリッシュ、アニメ調のバスケスキンが再販されるっぽいです。これはぜひクリサポは SHAPO を押して買ってみてください。さらに現在のバージョンで使われていないショップセクションの残りがこんな感じで結構少ないので、この中のどれかが次のアップデートまでに消化されるかもしれません。中にはリヴァイアさん関係のクレイタスも未だにあるのでワンチャンあるわけです。で同じく最新アップデートではこういうショップのビルボード表示のデータが60個くらい追加されていて、今後様々なスキンやアイテムがこういうクソデカ表示になって販売されることが分かりました。ただビルボード表示のところからしか買えないバンドルなどがたまにあって、そういうのは逆に見逃しますよね。あとは海外でこんな感じのピーディのスタンドが販売されていたんですが、結構な人気で現在は売り切れみたいです。これは普通に欲しいですよね。フィギュアとしても良さそう。あとは車スキンの裏側はあんまり見ることがないんですが、実は結構凝ったデザインになっていることが話題だったり、今後リロードで復活することがリークされている砂漠のバイオームについて、これはほぼパラダイスパームズが帰ってくると思うんですが、それつながりで過去には一応ロッキーリールズとかコンドーキャニオン、チョンカーズスピードウェイみたいな砂漠のバイオームがいくつかあったものの、なんかいまいち影が薄いと言われていました。確かにどれがどれか全然思い出せません。まあその理由としては砂漠のロケーションは結構同じような見た目になりがちのため印象に残りづらいのかもしれません。そのわけで皆さんが一番好きな砂漠のロケーションがあればぜひコメント欄で教えてください。